皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、たまたまですね、ブロンプトンの歴史をですね、語るにふさわしいというか、もう本当になんかいいよなというような車両が一堂に会してくれましたので、せっかくなのでね、いいタイミングだなと思いまして、ちょっとこう並べてご紹介をさせていただきたいと思います。ザ・ヒストリー・オブ・ブロンプトンというような感じでいきたいと思います。で、右からですね、これネオバイクが作ってました、台湾製のブロンプトンですね、L3 です。で、真ん中が、これは2007年型ぐらいだと思いますけど、これは UK モデルですね。で、ブロンプトンの M3R ですね。で、それと一番左、これが、現行品とほぼ同じ。まぁ、ちょっとね、いろんな事情で、うちの試乗車はですね、2018年型かな。で、使わせていただいております。これが M6R でございます。で、この3台ね、ちょっと並べて見てみたいと思います。でね、各モデルの違いをね、一つ一つね、拾っていくと、おぉっていう風にもうね、何時間あっても足りないので、ちょっと今回はですね、ブレーキですね。ブレーキの変化が一番わかりやすいなと思いますので、それに関してちょっとお伝えをしてみたいと思います。まずレバーですね。で、これがですね、21年前ですね、これまあ、ネオバイクで作ってたっていうのもあるんでしょうけど、ブレーキがね、これいわゆる樹脂なんですよね。なので、ここの土台とか、ここの、これはプラスチックになってるので、まあ、良くも悪くも、握り心地はしないかもしれないけども、ちょっと力が逃げるということがあったんじゃないかなと思います。で、ちょうどね、21世紀の初頭ぐらいから、多分このブレーキレバーですね、UK モデルはこれになってまして、で、ここはね、金属レバーなんですけども、ここですね、ここの土台の部分がやっぱ樹脂なので、まあ、良くも悪くも多分力が逃げておったんだろうな、というふうに思います。で、それが、このブレーキレバーそのものはね、2013年型からだったかな、に採用されまして、ここも金属であれば、ここも金属で、なんていうんですかね、ここのブレーキのところにも補強というか、こう、穴がリブって言いますけどね、これを開けることによって、ここの、そのものがこうねじれないというか、曲がらないような補強がなされてまして、ものすごくブレーキが効くようになったなと。ブロンプトンはブレーキが効かないっていうふうに言われてたのが、2011年か12年ぐらいまでなんですけど、このブレーキレバーになるのを境にですね、ブレーキが効かないって言われることがもうほとんどなくなったというのが、出まして、それが現在に至っておりまして、シフトレバーもここにつくように現在はなっておりますというふうになります。で、キャリパーですね。キャリパーもですね、これいわゆる昔のサイトブルプレイっていうやつで、ここにですね、これシングルピボットっていうんですけどね、力握った時に、まあ要はテコの原理で伝わる力が一番少ないタイプになります。で、基本的にね、イギリスにはそんな山がないとこだから、そんなブレーキの効くような自転車がね、必要とされていないんですよね、みたいな話をしながら、この頃はブレーキ効かないと言われながらもそういうのを販売してましたし、ここのブレーキをね、いかに効くようにね、いじっていくのかというのが、当時のブロンプトンフリークの一つの話題だったような気がします。で、ブレーキのね、キャリパーをこう、UK モデルものに変えたりとか、ここのレバーをね、シマノのレバーに変えたりとか、当時の人はよくやったなというふうに思います。で、その頃に使われていました、このブロンプトンって書いてますね。このブレーキレバー、キャリパーですね。これが、いわゆる現行品とほぼ同じです。デュアルピボットキャリパーと言われているもので、制動力はこの頃から、やっぱり、僕も台湾モデルと UK モデルね、乗り比べたことがありますけども、やっぱ、ここのブレーキキャリパーはよく効くな、というふうなことは、しみじみと感じたものでございました。で、これでもね、やっぱそのブレーキが効かないという意見が強かったらしく、例えば、スイスとかね、イギリスとかね、平地が多いと、オランダとか、そういったところで販売されている分には良かったんでしょうけど、もっと急峻なところ、まあ、日本でもね、例えば神戸とか、長崎とか、ああいったところにお住まいの方にはしてみれば、やっぱもうちょっと効くブレーキが欲しいんだよというふうに多分なるんだろうなと思いますので、その発展として、こういうふうにブレーキ、レバーが変わり、で、このキャリパーですよね。このキャリパーも、こっちのものに比べると、やっぱりキャリパーそのものは強化されたものですし、
ここのね三角形になってますよね。ここの三、これが三角形になることによってキャリパーそのものがやっぱねじれない、力がダイレクトに伝わりますよということで、あの最近のユーザーさんというか、あの現行もうここ3、4年ぐらいの、ね、モデルしかも知らないわよというような方からですね、ブレーキが効かないとかって言われたこと一回もないというぐらいブロンプトンのブレーキも良くなりまして、で大事なことはですね、これを20年ほぼ20年かけてコツコツやって今があるというところがブロンプトンの素晴らしいところですということになっていいと思います。あとせっかくなのでね、あの変速のところもねちょっと見てみましょうかね。これがあのスターメインアーチャーですね。これの、三段変速ですね。でこれが鉄シェルと言われている、まあ古いやつですよね、の内装の三段で、このね優勢ギアを使った内装三段ギアっていうのは確かすごく長い歴史があって、この時点でですね、機械としてある程度完成の域に入っていて、あの故障とかがやっぱ少ないというのでブロンプトンが採用したんだろうなというふうに思います。でそれがあのブロンプトン印がね入るようになって、アルミシェルになって、でエンドが110というのはなかなかないですからね。そういうようなあのでブロンプトン用としてこう再設定されるようになりまして、でシフトレーバーもこういう風になってます。で金属製からねこう樹脂に変わった時になんかちょっと寂しいねみたいな話もあったんですけども、これになってからですね、レバーが故障かどうのこうのとかで話は一回も聞いたことがないぐらい頑丈に動き続けてますので、これはやっぱり優秀なことなんだろうと思います。そして、これですね6段で内装3段に、外装2段を組み合わせると、このコペルニクス的展開で6段変速を実現しましたというところがやっぱすげえなというふうに思います。2段変速であるという時点で外装変速の方もほとんど壊れないんですよね。で内装の方はもう何ですかね、もう内装の方はものすごい信頼性の高いシステムとして完成されていますので、この変速システムでこれが壊れましたとかダメですとかっていうのはちょっとこれまた聞いたことがないという素晴らしいものになります。で、ここですね、これのシフトレバーが上に来てるというのがどうもね、なんかこう見た目もあれだし、ちょっとね、いろいろ操作しにくいんじゃないのという意見が多分出たんだろうと思います。で、マウンテンバイクのね、あのラピッドファイヤーってありますけど、あれと同じような仕組みに進化しましたというのがこれです。で、これがね、まだ出てからまた2シーズン、3シーズン目ぐらいですかね。だから、まあ、ちょっとね、あのトラブルが出てないとは言えないんですけどね。これも少しずつあの時間をかけて、やっぱりブロンプトンのことだから熟成をしていくんだろうなというふうに思う次第でございました。あとはね、そのフレームの強度ですね、にやっぱちょっと大きく関わるであろう、ここのヒンジ部分ですね。ここのヒンジ部分も、一番最初の頃はですね、ここの鉄板をプレスしたやつをバーンと打ち抜いて、そこに、職人さんがにょーっとこう、溶接をしますというふうに、こっちもなってました。で、それがですね、20世紀から21世紀に関わるぐらいの時に、ここのですね、鍛造ブロックみたいなですね、これですね、ここをきれいにCNC で、穴を開けて、でパイプを差し込んでロボット溶接しますというふうな、システムに変わったのがこれとこれです。で、ここはもう本当、これでおそらくブロンプトンのフレーム云々っていうのはもう多分完成したんだろうなというふうに思いますよね。で、それは現行品にも受け継がれていまして、こういうふうになっていますと。で、ちょっとレバーですね、ここの形状が少し変わったなというのが、まあ多分これは純粋にデザイン的な要請だろうと思いますけどね。まあこう考えればブロンプトンの、フレームというのはもうここ多分20年近くで完成の域に入って、もうこのまま行きますよというようなことになっていくんだろうなというふうに思っておるわけでございました。で、他にもねブロンプトンの細かい違いなんていうのはもう見ていけばいっぱい出てくるもんなんですが、あの大事なことはですね、全てどの自転車に関してもブロンプトンなんですよといういわゆるアイデンティティですね。それはいささかも失われていないということですね。これは実は本当に素晴らしいなと思うところでございまして、ブロンプトンっていうのはね40年近くにわたってブロンプトンしか作らないというので延々と来てますという、もう非常に稀有なメーカーなんですけども、一つのものをですね一変形にして、それをどん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 こう深めていくというか熟成していくというか、でその何て言うんですかね、車体としての良さっていうのをずーっと掘り下げていくことで、逆にその車両の持つ世界が広がっていくという、まあ、非常に面白いというかね、一つのことばっかりずーっとやってることによって得られる何かっていうのを
私にも教えてくれた。本当に素晴らしい自転車だなというふうに、再確認をしてまいりました。僕もね、一番最初に乗ったのはこれと同型機でしたから、なんかすごい懐かしいですね。なんか自分の半生を振り返るような、ひとときになりまして、このね、素晴らしい自転車にね、多くの人に、またがっていただきたいし、その世界観というのをね、味わっていただきたいし、私がそうであったようにね、これとの出会いが私の人生を変えましたというようなね、人を一人でも多くね、輩出していきてもんだと、再確認をさせていただきました。ありがとうございました。